ゲイと妻の間で、手記、美空ひばり。私は小林明さんとの離婚を決意しました。離婚の理由は、この人が私のゲイを愛してくれなかったからです。その他にも原因はございます。でも、他の理由でしたら私は耐えました。耐えることが夫婦の務めだと考えました。忍耐は結婚した直後から始まったのです。アキラという人の意外な一面を知り、2年間というものを悩み抜いたのです。嫉妬というよりも、いわば男のわがまま、強がり、彼はそれだけの人でした。加藤和恵という妻だけではなく、スター、美空ひばりも家に閉じ込め、支配しなくては気が済まなかったのです。例えば、今に彼と私のトロフィーが飾ってあります。彼は私のを奥に押し合って、自分ので隠してしまいます。母が不審に思って元のように並べ直しておくと、また奥へ。そんなことが何度か繰り返されて、昨年11月、母は別居しました。姑の存在が、アキラの強がりになって現れるのだろう。夫婦二人きりになれば、という親心からでした。ところが、そのことは逆に彼の亭主関白を一層増長させただけでした。何よりも辛かったのは、二人の間に芸や歌の話題が次第に絶えていったことでした。そればかりでなく、彼は私に芸能界を辞めてほしいと要求したのです。以前からラブシーンのある芝居、映画に出てはいけないと言って、脚本に手を入れることもたびたびだったのです。アキラという人と結婚したことで、私は芸能界からだんだん遠いところに追いやられていきました。映画、舞台、苦しい地方巡業ですら、私には身を焼くように懐かしい思い出になっていきました。私は自分自身がこしらえた檻の中で苦しみ、絶望しました。そして、懸命に押さえつけていた芸の執念が、美空ひばりがうめき声を上げました。歌いたい。舞台に出たい。私を待つ千番のファンの中へ飛び込んでいきたい。最初の爆発は NHK から頼まれてテレビで五輪音頭を歌った時でした。初めて歌う歌でした。スコア、楽譜を借りて歌わなくてはなりませんでした。おまけに伴奏のシャープス&フラッツと音程の違う譜面を渡されたのです。バンドに合わせて無理に高い声を出して歌いました。その夜帰ると、玄関のロビーに彼がいて、靴を脱がぬ先に私の背中をどやしつけました。ニヤニヤ笑って言いました。聞いたぞ、聞いたぞ。なんで今日の歌は。音程がめちゃくちゃだぜ。美空ひばりも落ちたものだな。私はカッとなりました。事情も聞かず、慰めてもくれず、人を笑って優越感を味わおうという、その冷酷な無神経な心が悲しく、悔しくてなりませんでした。何よ、テープを聞いてごらんなさいよ。どこが音程が狂ってるの？自分こそ音痴のくせに。結婚して初めて激しい口争いをしました。子供のように声を上げて泣きました。他のことなら良い。でも、20年この道一筋に歩いてきた。私のたった一つの誇りを、歌を、恥ずかしめられたことに我慢がならなかったのです。幼い時芸能界に飛び込んで、私は学校にも満足に行けませんでした。美人ではないし、上流階級のお嬢さんのような教養もありません。だが歌だけは、これ一つだけは誰にも引けを取らない私の美しい宝物です。私を愛してくれるということは、鳥も直さず私の歌を愛してくれること。彼は結婚を申し込んだとき、はっきり言いました。歌手としての美空ひばりに惹かれ、そして女としての加藤和恵を発見したと。それはその場限りの甘い囁きだったのでしょうか。舞台へのカムバック。今度の美空ひばり特別公演のプランが次第に具体的な形を取り出したのは、このことがあってからでした。5月27日、
駒公演の初日、同月31日を目前にして、私は過労のために倒れました。リンゲルの点滴注射をしながら稽古を続ける状態の中で、夫である彼はたった一度しか病院に見舞いに来なかったのです。髪の毛の家に何度も電話しました。彼は友人とゴルフに行っていました。その翌日も家にいません。29日になってやっと病院に来たと思ったら、ボーリングや鉄砲打ちの話ばかりしています。そわそわと腰を浮かして遊びに行きたそうな素振りをします。たまりかねて、あなたは私の体のことや舞台のことは気にならないの?と私もついにヒステリックになってしまいました。するとそれっきり、彼は病院にも稽古場にも姿を現しません。とうとう今日まで、6月23日、私の楽屋を覗こうともしないのです。そして、舞台が成功のようでおめでとう。指輪を送る、小林明と、走り書きした手紙を使いの人が持ってきました。指輪というのは、もうずっと前から彼が200万円もするんだぞと言っていたものでした。ダイヤの指輪です。それは私が、ちえみの旦那様、高倉健は毎年誕生日に指輪を送ってくれるという話を彼にしたので、買ってくれることになったのです。いやしいことを言うようですけど、私は結婚してから彼に何もプレゼントをもらった記憶がありません。初めてもらったダイヤの指輪でした。でも私は少しも嬉しくありませんでした。愛のプレゼントをお金の高で測るのが嫌でした。それに、そんな高価なものを簡単に買ってしまうことは、下町人たちの私には、そら恐ろしくも思えるのでした。ひばりは贅沢をしているだろうと言われたり書かれたりしますが、私はアクセサリーを人からいただいても、取っておいて、時々出して眺めるくらいのケチンボです。食べ物も、レンコンの煮たのとウインナーソーセージがあればそれで結構。ちらし寿司なんか、大ごちそうの部類です。正直に申し上げて、私たちの家計の事情は200万円の指輪を買うほど豊かではありませんでした。今年の母の誕生日、6月18日に私たち兄弟が送ったのは、感謝の言葉をサインした100円のビニールのタコ人形でした。それでも母は涙を流して喜んでくれました。200万円でもダイヤでも買えぬものがあるのに、それが欲しいのにと、私は砂を噛む思いでその指輪を楽屋の化粧前、兄弟の引き出しに落としました。ポトンと虚しい音がして、私の心からも何かが急に付き物でも落ちたようにスーッと消えていきました。アキラという人ともう一緒には暮らせない。そう思いました。こうして私は髪の毛の自宅には帰らず、母と二人、四ツ谷の小さな借家住まいを始めることになったのです。母子二人、巡業の旅を歩いた駆け出しの子供の頃と同じように。無論、いつまでもそんな状態を世間に隠しておくことはできません。6月21日、一斉に新聞や雑誌が私たちの離婚を書き立てました。その日、舞台の袖で、私は不安でいっぱいでした。もしやファンの皆さんが私を罵り、離婚したことで美空ひばりを見捨てていったらと心が凍りつくような思いでした。後で母が言うことには、まるで血の気のない顔で宙を見つめていたそうです。幕が開きました。ガクガクする足を踏みしめて神に祈るように、私は舞台に歩み出ました。すると、わーっという歓声が起こりました。耳が痛くなるほどの拍手がしばらく鳴りやまず、ひばりちゃん、頑張って!負けないでね!という声援が、上手からも下手からも、大向こうの天井桟敷からも、雨あられと私の上に降ってきました。ぼーっと目がかすみ、涙で客席が見えなくなりました。生涯この日、この時の感動を忘れません。私の
女の花道はその瞬間に光り輝いて前にありました。ファンの皆さんは、大衆は、決して美空ひばりを見捨てはしませんでした。私の芸を愛し、理解し、前にも増して熱烈に支えてくれました。この旋盤の人の心に生きることが天から与えられた使命でした。そこに私の命がありました。回り道の果てに私は進むべき一筋の道を見出したのです。もう私は迷いもためらいもいたしません。険しく、だが美しい芸の旅路を大衆と共にきっと生命の終わりまで歩み続けることでしょう。6月25日、小雨。小林明、午後3時、世田谷区上野毛の自宅で。美空ひばり、4時30分、駒劇場内、扶養食堂で。ほとんど同時刻に離婚が発表された。記者会見の模様は対照的だった。泣き晴らしたような目で、手振りを交え、雄弁だった明。終始姿勢を崩さず、多くを語りたがらなかったひばり。詰めかけた記者、カメラマン、小林明70人、美空ひばり、100人前後。その前夜までひばりは記者会見を拒否し続けたが、マスコミの必要な構成には抗しきれなかった。押し合いへし合い、満員電車底のけの渦を巻いて殺到するカメラの放列に、彼女は一瞬、頬をこわばらせて恐怖の表情を浮かべた。すぐに落ち着きを取り戻したものの、記者の質問に沈黙しがちだったのは、おそらく緊張していたからだろう。小林明さんとの結婚生活に思い残すことはありません。質問が聞き取れないで、え？全部のことですか？一方、明はゆっくりと腰を下ろし、飲み物のサービスなど手配を整えての会見であった。暗記していたように棒読み口調で離婚の弁をスラスラと語り、おしぼりが出るとこんなもので顔を拭いたりしたら泣いていたなんて写真説明をつけられるからやめておきましょう。そんな応対に演技が感じられた。寂しくないか。そりゃ泣きたい気持ちですよ。ふっと真顔になって口を尖らした。でも美空ひばりは芸術と結婚した方が幸福なんでしょう。